今からですねお風呂の方に行きたいと思います。はい、なんかステーキハウスがありますよ隣に。ほらミスターバーグ、ミスターパーク、バーグか、うん、ミスターバーグ、これか忘れた。思うんやけど車中飯で食べるより外食した方が安い説あるよね。なんやかや買ってたら本当2人食べれるよな。手間もかかるし。そうだね、これ本音。あの休みの日まで料理作らなあかんのかと。そう、これ本音。今日は確か私をいたわる旅って聞いたから、私揚げ膳すえ膳と思って来てるから。はい、まあね温泉施設にやってきました。わけ深井谷温泉です。これ入りたくなるよね大人やで俺ら大人、一発ギルぐらいの大人。はい、じゃあ今からねお風呂に入ります。備前ベースキャンプの道路を挟んでなんかミスターバーグお店がありますので、そちらの方に行きたいと思います。先ほどお風呂行った時にね、なんて言いましたっけ何ですか。今日は私をいたわる旅で聞いてきました。でなんかスーパーで買い物させられて車中飯のような様子だった。なんか美味しそうだったんで、まあ、このアメリカンステーキっていうお店にね行ってみたいと思います。これはすごいな。安くてボリュームがあってコスパ最高。ご飯も食べ放題、スープも飲み放題で、ドリンクも飲み放題、ウーロン茶とかね、コーヒー、紅茶、うん、アイスコーヒー、アイスティーね。よかった。うん。これはいいですね。揚げ膳、スエ膳でした。じゃあ今から車でゆっくり休みましょうか。今からお座敷モードにします。じゃじゃんと。お気に入り。はい、出来上がり。お気に入り。奥様はくつろいで、僕は今から勉強したいと思います。勉強するすいません嘘つきました。何の勉強するんですか。ただいま10時半でございますが夜のデザートタイムということで大山の美味しいコーヒー牛乳ですよね。カフェオレ、悪い食べ物ですけどいただきたいと思います。体に毒、体に毒やねこれ。ほんまや、これも楽しみやね、キャンピングカーでの。そうやね、車中泊よ。いいでこういうことせえへんもんね。じゃあお疲れ様でした。さすが大勢侮れない。ミルクが美味しいやろね。うん、奥様はただいま韓国ドラマをもう見ています。しかし僕はもう眠くて眠くて、お先にもう寝たいと思います。はい、おはようございます。こっちですよカメラ。おはようございます。おはようございます。朝食の方したいと思います。なんだか岡山行ったら木村屋のパンになるよね。うん、はい、こちらたくあんサラダうどん。そうそう、前食べたよねこれ、うん、岡山の旅の時もピーナッツロール定番やね。うん、マーガリンと、マーガリンね、はい、栗、栗全部食べたよ、はい、いっぺんに。奥さんがこれと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 全部食べないこれとこれでしょほら全部食べないよ。ではいただきます。いただきます。うん、私は何にしようかな、マーガリン定番の、うん、では出発します。はい、お疲れ様。いやー綺麗かったね。うん、綺麗かった。あ、オーナーさんだ。オーナーさん
どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。忖度なしでマジでよかった。静かやし、うん、でロケーションいいし、そうね、便利やったね。トイレも綺麗、でちゃんと洗面台もお湯が出て、そうでゴミ捨て場もちゃんとあって、水道の数も多かったよね。多かった多かった。洗うとか、うん、でもうここ国道2号線なんですよね、うん、で警察署も近くなので安全なんかあった場合はそう飛んでいける。そうやっぱ岡山県といえば何でしょう。岡山城。あ、まあまあまあ岡山城そうだね、岡山城はね。桃太郎。桃太郎、おお、そうだね、まあまあ、岡山といえば桃太郎伝説ですね。そうそう、伝説と、はい、あとはきびだんごを食べる。ああ、きびだんご、確かにそう、まあ、有名ですよね。そう、はい、そろってありませんか。そろった、うん、そうやな、岡山ね、フルーツ王国。ああ、そうなんですよ基本はあのお一人様2個まで。え、2個だけ。そう、せっかくキャンピングカーで冷蔵庫もあるのに、なんかたくさん買いたい。高いからね、スーパーで買ったら。いや、わかるけど、マスコットは絶対買えないもん。僕のお財布の中もですね、ドラえもんのポケットのように湧いては来ないのであの限りある。大丈夫、私へそくり持ってるから、はい、あの僕お小遣いもらえてないんですけど石原果樹園さんに、石原果樹園さんね、はい、向かいたいと思います。あ、嬉しい。坂が こんな、ここでしか乗れないんじゃない、はい、試食用のこのぶどうです。美味しそうやね。結構量あるよ。これだけでもお腹いっぱいになりそう。刈り取り制でございますので、あの皆様があの刈り取ったブドウの分だけ上の直売所でお会計をしていただくという形でございます。これは桃太郎ブドウ。桃太郎ブドウ、桃みたいな感じでちょっとバレてるみたい。100g350円です。買ったら全てお会計ですどう？美味しそう。まず一つ豆腐さ、あの今回はねちょっと子供たちとかにもね、義理のねお母さんにも送ったいと思います。なので破産は免れないと。これは好き。財務省はさ、もうあれや火の車やからさ農林水産業。あ、農林水産業農林産業。すいません、あの助成金出ませんか。あの刈り取るごとにあの一房あの 10% ほどですね助成金。一房あたり 10% ですと、なかなか補正予算でお願いします。行きましょう行きましょう、はい、先ほどの方はね、あの農水省でね働かれてる方が研修でバイトに来てるって。バイトなんかな。バイトっていうお勉強。お勉強に来てるよね。これはめちゃくちゃ重いよ。うわ、うわ、綺麗。あ、これすごくない。これほんまや、すごいお尻がプリプリしてる。お尻、これクローバー、クローバー、三つ葉のクローバーみたいな。すごい。よし。重い、重いよこれ。あ、取れた。おー、くらい上げて、わ、すごい、取れてたもんもう取れてた。おー、お、お、おー、しんけた。はーい、めちゃくちゃ。じゃあ3つでいいか、はい、7つあるわこれで。ありがとうございます。おー、怖い怖いはい、ありがとうございます。わー、もうこれなんかグラム測るのが怖い。私も立ちてみようかな。うん、あー、すごい気持ちいいでしょ。気持ちいい。怖いけど、あ、大の大人が
本当や。バターっときます。来ますよ。おー、重そうよ。切れるとこかな。結構重い。次どうしようかな。おー、これも重そうだな。あ、これもいいんじゃない。重いですこれ。あ、重い。あー、いけたいけた。ほら、はい、さあやっちゃいましたよ。ありがとうございます。お父さんの目が怖くなる。あ、三角形や。はい、あ、ありがとうございました。ありがとうございました。わ、ありがとうございます。お父さん散財しましたね。フルーツ王国ですから。言葉がないね。無言になってるよ。どうする？口数が減っている。口数が。どないしはったん？どうした？楽しかったわ。梨狩りとぶどう狩り。ちょっと厳しかった。いや予想外にいっちゃいましたね。金額の方はね、今ここに画像出してると思うんで、はい、見ていただければと思います。はい、あの今回たくさん買った理由は、あの僕たちの分もあるんですけど、あと家族とか親戚に送る分も含まれているので、あとは送料ね。意外に送料あったよね。あったね。入場料、ぶどう狩り、梨狩りそれぞれ800円、いいお値段に、なりました。はい、まあ、年に一度ですから。はいはいはい。なんやったらまたさ、10月にさ、牡蠣も来たよね。まあ、ということで、はい、まあ、気を取り直したいと思ってます。はい、石原果樹園さん出た、あのすぐにですね、果樹屋さんっていう、あのお昼ご飯、あの食べに行きました。うん、定食屋さんみたいな。定食屋さんですね。もう本当にあのたまたま通りがかりのところにありましたんで、そしたら僕は半ちゃんラーメンセット食べたんですけど、半ちゃんじゃなかった。半ちゃんって定義がおかしいよね。あれ半ちゃんかな。でもすごいボリュームやったよね。うん、エビフライが3本突き刺さってました。刺さってた。はい、はい、タルタルソースの中に。予想をはるかに超えた量やったね。うん、お値段の割にはね、ボリュームやったね。ボリュームあった。車中泊する場所なんですが、チェックインの最終時間が4時までということで、ちょっとね早いんですよね。で、ただいまの時間が2時を超えたところなので、移動には約1時間ほどかかりますから、車中泊スポットの方に行きます。はい、はい、じゃあ、まあ、とりあえずお腹もいっぱいやし、行きましょうか。行きましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、安全運転。寝てる場合じゃない。俺深夜のバイト入るかな。